ロッテの先輩でもある張本さんなんですけど、まあ日本ではナンバーワンの恩打数を残されてますけども、うん、だから王さんの時に言ったのと一緒で、ヒットの数が一番多いのは張本さんだから、それは誰かって言えば張本さんだ。 OB だからってお話をよくされたことってあったんですか？いや、ほとんどない。俺を一軍に推薦したのは張本さんだとかっていう話をよく聞くけどね、それは俺の知らないところで起きてるだけのことであって、実際そういう話は活字では見るけど、はい、でも3000本以上打ったのは張本さんだけだからね、後にも先にもいないわけだから。だからランナー一塁だったら、一塁ランナーが走ったりなんかすると、お前黙ってそこにくっついとけっつって一二塁間ヒットを打つっていう、そういう技術は持ってた人だよ。チャラチャラ動くなっつってね。王さんとは極端に打ち方は違うよ。張本さんはすり足だからね。でかつては扇打法って言われたくらいだから、扇のようにこうやって、だから一本足打法、扇打法だから、その時の素晴らしい選手には何らかの名前ついてるもんだ。勘の下方が俺は分かんないどうか俺流チャンネルをよろしくお願いいたします。見て登録してください。